吉泉さんには長い間アウェーの地へチームの荷物を運んでいただきました。時には台風や大雪でも遅れることなく、またサポーターの思いも横断の台から人ともにアウェーに運んだモンテディオヤマータの功労者です。チームを長年支えていただき本当にありがとうございました。それでは写真撮影をします。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございました。